土佐のホッパンとは、高知県南西部の太平洋沿岸に面した地区に、かつて存在した風土病。ホッパンとは、当該地域における赤い発信の方言名。1951年に、土佐つつが虫が媒介するつつが虫病であると判明した。本校では、同じ病院で発症する香川県の馬宿病についても言及するが、双方を合わせて、 四国が経つ津が虫病とも呼ばれる。夏の限られた期間に発生する不明発熱性、発疹性疾患であり、100個程度のイダ地区という極めて狭いエリア特有の疾患であったため、記録に残る患者総数は少ない。病状経過は、前兆もなく突然原因不明の高熱を発症し、やがて赤色や紫色の発疹が全身に多数現れ、 発病からわずか数週間のうちに、その半数以上が死亡するというものであった。死亡率の高さと原因不明の発熱発疹の、奇怪な症状から、古くより、当地の人々の間では、名主のたたりと信じられ、恐れられていた。土佐の発泡の正体は、寄生中学者の佐々学が1951年に、行った、現地調査により、新種の筒ムシによって媒介される、 新型のツツガムシ病であると解明された。同じ頃、その他複数の新型ツツガムシ病と考えられる事例が日本各地で報告され始めていたが、それまでの日本の医学界では死者を出す。ツツガムシ病は秋田県、山形県、新潟県三県特有の風土病と考えられていた。従来の流行地から遠く離れた四国の太平洋沿岸で死者を出す。 ツツガムシ病が確認されたことにより、各地に生息する未確認のツツガムシの生態調査研究が進められ、その結果、それまで日本各地で原因不明の熱病とされていた複数のフード病が新型のツツガムシ病であることが判明した。今日、日本国内のツツガムシ病は、赤ツツガムシレプテトロンビディアム赤虫を媒介者とする秋田、山形、 新潟各県のものを古典型、津が虫病、それ以外の地域の別種の津が虫を媒介者とするものを新型津が虫病として分類している。なお、土佐の北泊と呼ばれた土佐津が虫を媒介者とする四国型津が虫病は1980年頃以降、新たな発生は確認されていない。 伊達地区土佐野北半球流高地高知市、伊達地区の市1951年6月、東京大学助教授で伝染病研究所、主任であった、寄生中学者の佐々学は、高知県から公衆衛生に関する一般向けの講演を依頼され、高知県庁を訪れた。以前より佐々は、高知県下に原因不明の熱病が存在することを、田宮武雄から聞き及んでおり、 その他の様々な情報から、この熱病が未確認の津が虫病の可能性があるのではないかと気になっており、今回の高知県への出張の折に現地を訪れ調査することを思い立った。病気が報告されていたのは、高知県南西部の旗郡白鷹和村の井田という海沿いに位置する小規模な集落で、現地では、ホッパンと呼ばれる発疹を伴う熱病である。ホッパンとは、 発版あるいは発信の方言名だという。東京から高知への移動は当時、東京駅を夜21時半に出発する夜行列車を乗り継いで、翌日の午前に岡山県の宇野駅に到着。向こう連絡線に乗船し、高松駅、そして高知駅には夕方の19時半に到着するという大変な長旅であった。高知県庁での講演を終えた笹は、 翌日の同年6月29日早朝、高知県庁職員及び、高知県医師会や高知大学の関係者数名と、共に県が用意した大型のジープへ、医療検査器具を携え乗車し、高知市から伊田地区へ向かった。なお、土産本線全線開通以前の1951年6月、当時、高知県南西部方面への鉄道は新田村の、 影の駅までしか通じていなかったため、車による移動であったが、当時の道路事情は悪く、高知市から目的地の伊田まで6時間を要している。高知県の海岸沿いにある広い平地は、高知平野ぐらいで、他の海岸線は山地が海の近くまで迫っており、高知市から伊田地区へ向かう国道は、当時、いくつもの峠の上り下りを繰り返す難路であった。 ようやく到着した目的地の伊達地区も山地と海に挟まれたわずかな平地に100軒ほどの民家がある小さな集落で海に注ぐ小規模な河川と民家の周囲は芋畑という場所であったここまでの道中と伊達地区の様子を目にした笹はこのような場所に死者を出すほどのつつが虫病が本当にあるのだろうかと疑念を抱いたというこれまで 日本国内の医学会の認識として、津津ム虫病は稲作が盛んな秋田県、山形県、新潟県の大きな河川の河川実機で罹患するもので、それらの地域特有の風土病と考えられていた。しかし到着した、伊賀地区は、小さな河川はあるものの水田や平坦地は少なく、暖かい黒潮の流れる太平洋に面した、半魚半農の地域であり、北日本の流行地とはフード、風土、 警官が明らかに異なっていた。伊田地区に到着したサザたちは、当地の人々が、ホッパンと呼ぶ熱病に罹患したことのある経験者に、話を聞こうと考え、伊田地区の顔役である、沢田文五郎という五郎を紹介され、沢田家を訪ねた。ササらが挨拶と訪問の目的を伝えると、沢田は、正確な時代は不詳ながらと断った上で、伊田地区に伝わる。 名主のたたりの伝承を語った。その昔、この伊賀の村に掛川新吉という名主がいた。ある時、おかが所有する材木を伊賀の村人たちがおかのものとは知らずに使ってしまった。それに激凛したおかは、名主の掛川新吉に自害を命じ、名主、掛川新吉は切腹して果てた。ホッパンは村人の不注意で命を奪われた名主の、 お神と村人に対する恨みたたりである。ささぶ、日本の風土病、小林照之、死の虫より、一部改変引用沢田は、伊達地区の北斑に昔から深い関心を持ち、患者の記録を可能な限り書き残していると言い,い、次のように語った。明治医師に以前のことはわからないが、この病気は、明治初年からあって、1882年。 1883年頃には、子供から年寄りまで、多数の発症者や死者が出たという。イダの人々は、古くから、この名主のたたりによって、ホッという奇妙な薬病の流行が起き始めたと、聞かされている。また病気は突然発病し、その半数以上が助からずに死亡することから、人身獄の白羽の矢が、前触れもなく、立つようなものだと恐れているという。 ここまでの話を聞いた笹は、不気味な話ではあるが、筒が虫病と考えたのは想計だったかもしれないと、東京から高知へ、さらに高知市から長い道程を経て、調査に来たことを後悔し始めていたという。すると沢田が、家の奥から、こまごまと多くのメモが書かれた古い手帳を取り出してきた。これが後に、沢田メモと呼ばれることになる貴重な記録であった。 イダ地区の空中写真。1975年11月10日撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。沢田のメモ書きには、1919年から1948年までの約30年間に、イダ地区で発生した重例の、北斑の記録が記されており、それぞれ発症もしくは死亡した年月。 発症者の年齢性別、病気の経過などが書かれていた。沢田メモに書かれた事例を年代順に並べると以下の通りである。1919年8月、11歳、女性。回復1920年8月、26歳、女性。死亡1920年7月から8月、17から18歳、男性。半年ほど床に伏した後、 回復1925年8月40歳男性死亡1927年8月21日56歳女性死亡1928年8月70歳女性死亡1942年7月から8月年齢不詳女性死亡1942年7月から8月年齢不詳女性 死亡1942年7月から8月、25歳、女性。回復1948年7月、10歳、女性。1ヶ月ほど床に伏した後、回復つが虫の生活感1、卵2、幼虫3、若虫4、成虫メモに書かれていたのは、この10例であるが、これ以外にも、複数の発症事例があったという。また、 メモにはいくつかの補足が記載されており、1925年の40歳男性の事例では、当時の畑病院、ママの橋本久志博士がこれを見て、津が虫病らしいと言ったが、橋本博士はすぐに札幌へ転任したという。さらに1928年の70歳、女性事例でも、これを検診した丹治医師は津が虫病ではないかと言ったという。 1932年に海岸沿いのヤブを伐採してから一時発症者が減った。また、1942年の同時に発生した3、事例では、地区内を流れる板川下流の堤防工事に、携わった3名の女性が発病し、そのうち2名が死亡、一番若かった25歳の1名だけが助かったという。発症者総数は少ないとはいえ半数以上が死亡しており、 助かったものも高熱が1ヶ月ほど続いて、生死の境をさまよい、回復するのに半年かかるケースもある。いずれも7月から8月の夏季に発症している。沢田は発症者が出ると、その都度見舞いに訪れ、その症状をつぶさに観察し、骨盤には共通する症状があるのを何度も見てきたといい、次のような重要な話をサザたちに語った。共通するのは、 いずれも急に寒気に襲われて高熱が始まり、一週間ほど、すると全身に赤い発疹が現れる。この発疹が赤い色をしているうちはいいが、内出血して紫色になると大抵は助からない。そして体のどこか一箇所に小豆ほどの大きさのかさぶたができているがあまり痛みがないらしく、本人は気づかない場合が多い。高熱が出てに、 三週間もすると意識が朦朧とし、死への恐怖から上ごとを口走るようになり、意識不明となって死亡する。助かったものは、かさぶたが塞がった跡が残る。かさぶた、塞がった跡と聞いた、さざたちは、つツがむし病特有の初見に間違いなさそうだと、確信した。ダニの一種であるつツがむしの幼虫は、その生涯で一度だけ人などの哺乳類の皮膚に、吸着して、 組織液を吸う習性を吸性持つこの幼虫の0.1から3%の個体が、ツツガムシ病リケッジアを補菌しており、これに吸着されることで、ツツガムシ病に感染する。ツツガムシ病の大きな特徴は、この吸着時に刺された刺し口と呼ばれる痕跡が残ることである。医学を学んだ経験がないのにもかかわらず、30年近くに及ぶこれらの記録や、 症状の経過や特徴を的確に捉えていた頃の観察眼に、サザは非常に感心したという、トザのホッパン。画像ではわかりにくいが、自分の刺し口の位置を左手で指し示している。1951年6月撮影。サザたちは、沢田頃の案内で、以前にホッパンにかかったという伊達区内の女性を訪ねた。 1942年の堤防工事で罹患した3名の女性のうち、たった一人助かった女性である。刺し口の跡を調べると、彼女のへそには明らかな刺し口の痕跡が残っていた。もう一人は、沢田メモには記載されていない事例であったが、15歳の少年が3年ほど前に罹患し、助かったケースである。調べてみると、彼の左脇近くの胸部付近に、 見事な痕跡が残っていた。ここまでの臨床所見があれば、ツツガムシ病にまず間違いないと考えられるが、研究者としては確実なデータを確保する必要があった。ツツガムシ病の存在を証明するためには、生存者の結成からツツガムシ病の抗体を確認すること。地区内でツツガムシが生息するのを確認し、かつそのツツガムシの個体がリケッチアを保有していること。 この2点の確認が必要であった。ササラは生存者たちの血液を採取し、持参した顕微鏡を使って、ワイルフェリックス反応を用いた血清の凝集反応を調べると、予想通りプロテウス属のオックス経過部の反応が見られ、これでツツガムシ病の陽性反応が確認された。続いてツツガムシの生息調査が行われた。リケッチアを媒介するツ。 ツガムシの幼虫は、野ネズミなどの耳の穴に寄生しているケースが多い。サザたちは、伊達地区の民家、河川敷、畑などの各所にネズミ捕りを仕掛けて、様子を見ることにした。ツ,ツガムシ科の幼虫浴場を6月30日、仕掛けられた複数の穴のうち集落内と畑の、ものから、ドブネズミ3頭、裏山から、 赤ネズミ一頭及び調査の目的を知り賛同した伊田地区の有志によって、池捕りにされた三頭のドブネズミが捕獲された。これらのネズミがリケッチアを保有するつツガムシに寄生されているか否か、この段階では確認できていないが、リケッチアは極めて危険な病原体であり、過去の日本国内におけるツツガムシ病研究では、研究施設内でのリケッチア感染により研究者が、 殉職する事故が数件発生していた。一万一のため、ネズミの取り扱いには最新の注意が払われた。捕獲したネズミを慎重に調べると、薄ピンク色のツツガムシが数匹飛ぶネズミの耳の中に吸い付いているのが肉眼で確認できた。サザたちは驚きの歓声を上げるが、伊達地区の人たちはネズミの耳についたダニの意味するところがわからず、 狐につままれたような表情であったという。こうして捕獲されたネズミのうち、合計6頭のドブネズミから合わせて112匹のツツガムシが採取された。ところが持参した顕微鏡でこのツツガムシを調べると、サザをはじめ同行した県医師会、高知大学の専門家たちも初めて目にするツ、ツガムシであった。その後の調べにより、これまで日本で報告されたことのない、 新種のツツガムシであると判明し、サザにより、トサツツガムシと命名された。新種のツツガムシを発見したものの、このツツガムシがリケッチアを保有していなければ単なる、ダニである。ツツガムシ病の媒介者であることを証明するには、このツツガムシがリケッチアを持っていることが、確認されなければならない。しかしリケッチア保有の有無の確認には研究施設、 当での詳細な検証検査が必要とされる。従って、現場での検証は困難であり、まして即日に検証結果を出すことは、不可能である。ササは、土佐ツツガムシに寄生されたドブネズミを現地で解剖し、その秘蔵を潰して、東京から持参したマウスに注射した。こうして、伊達地区での調査は終了し、サザー発見した土佐ツツガムシの幼虫、 実験用マウスなどのサンプルを持って東京へ戻った。津津賀虫リケッチや東京へ戻った笹は、伊田地区で採取したサンプルを伝染病研究所のリケッチや研究者である河村昭義に渡して検証を依頼した。河村昭義は日本の津津賀虫病研究で知られる河村林也の三男である。4年前に他界した父、林也と同じ研究を志した昭義は、 千葉医科大学を卒業後、伝染病研究所に入りリケッチアの研究を行い、自らもリケッチアに感染したが幸いに持ち入することのできた経歴を持つ当時の日本のリケッチア研究の最前線にいた人物であった。ササが持ち帰ったサンプルは川村によって綿密な検証が行われ、土佐ツツガムシの幼虫からリケッチアの検出に成功し、土佐の発ンの正体は ツガム虫病であることが特定された。伊達地区訪問から2ヶ月後の1951年8月、サザたちは再び、高知県を訪れ、足摺岬から、室戸岬までの長い海岸線を何日もかけ、野ネズミを捕獲し、ツガム虫を探し、その結果ツツガム虫は、高知県海岸部の各所に散在して生息している、ことが分かった。また、 新たに2種のツツガムシが発見されたが、ツツガムシ病の発生事例は、伊田地区以外にはどうしても見つからなかった。馬宿地区高松市馬宿地区の市香川県、大川郡愛い村馬宿の海岸集落とその周辺で、6月から9月の夏季にかけて、馬宿病と古くから呼ばれる、同様の熱病があることが報告されていた。香川県衛生研究所の調査により、 土佐ツツム虫が発見され、検証の結果リケッジアも検出され、馬宿病は土佐の発泡と同様に新型ツツガム虫病であることが確認され、連絡を受けた笹ササも現地へ向かった。ツツガム虫病に間違いないと考えられる馬宿病の患者記録は1931年から1952年までの間に18名おり、そのうち7名が死亡していた。 生存者11名のうち8名は1950年以降の患者で8名ともテトラサイクリン系抗生物質の投与により治癒していた。治療をしていない10名のうちの生存者はわずか3名であり、土ザのホッパン同様、未治療のケースでは高い死亡率を示していた。こうして土ザのホッパンと馬宿病は土砂ツ,ツガムシ媒介性の四国が立つツガがシ病と 見なされるようになり、それまで北日本特有のフード病とされていたツ、ツガム虫病は、その他の地域でも発症しうる疾患との認識が、医療関係者や研究者の間で広がっていった。ダニ媒介性リケッチや小刺し口による、かさぶたの一例。北アジアマダニ熱患者。2011年スペインにて撮影。サザによる、 土砂のホッパ泡解明に先立つ1948年10月から11月にかけ、静岡県側の富士山麓で演習を行っていたアメリカ兵27名に発信を伴う原因不明の高熱が発症した。死者こそ出さなかったものの、米軍406医学研究所と千葉医科大学の調査により、縦筒虫を媒介者とする筒虫病と判明した。 従来の流行地でなく、また媒介者も赤ツツガムシではない別種のツツガムシが原因であったことから、日本の研究者たちは大きな衝撃を受けたが、感染者は全員アメリカ兵で感染場所も一般人が入らない演習場内であり、適切な治療により死者を出すことなく、全員が治癒していた。そこへ、土佐の発ン馬宿病という新たなツツガムシ病が発見されたのである。 数年前に発見されたデトラサイクリン系の抗生物質の内服による治療が始まった頃で、早期発見、確定診断さえつけば治癒が可能になったとはいえ、近年までこれら四国型ツツガムシ病は複数の死者を出しており、しかも死亡率が高いことが分かったのである。研究者や医療関係者は、日本各地に生息する様々な種類のツツガムシの研究を積極的に、 行うようになり、伊豆諸島の七島熱、房総半島南部や静岡県藤枝市周辺の発加熱など、死亡率こそ低いものの、これまで原因不明の熱病とされてきた複数の風土病が、ツツガムシ病であることが判明し、日本の広範囲に複数種のツツガムシが生息していることが分かった。感染頻度は少ないものの、もはやツツガムシ病は、秋田、山形、 新潟3県の特定地域で見られるものではなく、日本のどこででも感染する可能性のある感染症との認識が一般化した。こうして、従来の秋田、山形、新潟の赤ツツガムシを媒介とするツツガムシ病と1950年前後より日本各地で確認され始めたツツガムシ病はそれぞれこのように区別されるようになった。その後の研究によって各種、 ツツガムシにより媒介されるリケッチアの結清型の分類が進められ、死亡率が高い低いの差は結清型に由来していることが判明するなど、1950年代から60年代にかけて日本のツツガムシ、リケッチア研究は大きく進展し、1984年には徳島県の開業医であるマハラフミヒコにより、マダニ類が媒介する。 リケッチアジャポニカというリケッチアによって感染する日本高半熱が発見された。また、リケッチア以外のダニによる感染症としては2012年の秋に日本国内で初事例となる重症熱性結晶板減少症候群による死者が山口県で発生するなどダニによる新たな感染症の報告が続いている。土のの病態解明後、 トサツツガムシが媒介者と考えられる四国型ツツガムシ病の発生は、高知県内では1953年、1956年、1959年に各1名ずつ報告された届け出を最後に途絶え、香川県内での事例を含め1980年頃より報告がなくなり、その後は縦ツツガムシ、 太毛つつが虫が媒介する、比較的症状の軽いつつが虫病が発生するようになった。新型つつが虫病をはじめ、様々なダニ媒介性感染症の研究進展のきっかけの一つとなった、トサのホッパンの病態を解明した、サザ学は、その後、東京大学教授、同医大研究所所長、国立公害研究所所長などを歴任し、2006年に90歳で、 死去した。笹は、著書、フード病との戦いの中で、土佐の発泡病態解明について、次のように記している。沢田メモは医学に、素人の頃が、永年の間の資料を克明に残した、学会には貴重な記録であった。このメモをヒントにして、我々の筒が虫病に関する研究も、それから数年の間に、大変な進歩をして、 外国の学者もびっくりするような医学上、動物学上の新知識も得られたのである。高知県に限らず、日本各地のフード病を現地調査し、生涯にわたり研究し続けた笹は、フード病の調査で大切なことは、どのような場所であっても実際に現地へ行き、先入観を持たず当地の人々と身近に接し、その人たちを取り巻く自然の姿を究明すること、 すなわちフィールドワークを行うことの重要性を強調している。2000年代以降、四国では夏のツツガムシ病の発生及び土砂ツツガムシの生息情報もほとんど報告されていないが、2014年6月から9月にかけ、マハラ・アカリ医学研究所、愛知医科大学、国立感染症研究所の共同チームによって行われた生息確認調査により、 馬宿地区に隣接した引田港のヤブで一匹の土殺ツツガムシ個体が採取された。近年の四国がタツツガムシ病の激減にもかかわらず、わずか一匹であるが生息が確認できたことにより、今日も土殺ツツガムシ媒介による感染のリスクが続いているものと推測されている。以下の文献を主に用いた。さらに補足として、以下の文献、資料、論文を参照した。 ありがとうございます。